リットの皆さんとコラボです。ありがとうございます。11月7日、幕張メッセイベント、コミント行われます、BP チャンネルフェスに、参加していただけるということで、ありがとうございます。初めてこう一緒に動画を撮るということで、お互いを深く知れたらなと思って、対談というか、Q&A というか、そういう動画にさせていただきたいと思います。お願いします。じゃあ、早速、散々聞かれてるとは思うんですけれども、結成、あとバンド名の由来ですね、お聞きしたいなと思うんですけれども、結成は約2年前、はい、もともと2人がバンドを組んでて、僕が違うバンドにいて、対バンした時に初めて出会って、そこで仲良くなりすぎて仲良くなりすぎてお互い人見知りで喋りもしないのに、なんか急に仲良くなって、気づいたら仕上げとかに3人だけ出ないで街でナンパして遊んでる仲良くなりすぎっすよ。なんでそんな仲良くなれるんですか。いや、なんで体が好きだと体の相性体が好きいいんじゃないかっていう。なるほど。まあ、計算でしょ。うん。ボーカルとベースがいないので、まあ、いろいろ探してもらって2人がライブ見に行ったりとかして、まあ、メンバーをこう決めてったんですけど、やっぱ僕らは東京の人とバンドができると思って東京に出たんですよ。で、いざ蓋開けてみたらベースは静岡県です。嬉しいですよ。知っててもらえるっていうのはありがたいですね。ありがとうございます。
逆にご存知でしたか？1年くらい前から。えぇ、よく見てましたよ。だってあのチャンネルも新しくしてたし。はいはい。そうで、あのグリーンアップルさんの引き抜きとか、おぉ、見てたし、で、車の中で親方とか、はいはいはい、うん、あとなんかあの機材車パンクして、なんか多分、はい、あで、10万のスピーカー2台買って、ガチのやつだったんですよ。それイベントっすね。生ドラム置いてやってたら、JR さんとかから、もうちょっと君らやばいね、ちょっとこの紙にサインできるかなっていうところまで行って、もう一生できないよっていう誓約書を書かされちゃって、で、どうしようって見つけたのが YouTube ですよね。で、路上ライブでも結構今の、なんていうんですか、笑いで捕まえたとこあったんで、あれそのまま YouTube でやってみるかっていうのが始まりそうなんですよ。あ、その下のマスターすごいですね。警察も絶賛してました。すげえけどダメだろ、ね、こんな音聞いたの初めてだよ。だって大丈夫、だってここは路上やってたでしょ。まあやってたね、浜松駅の前とかで路上は、やばい、10代の時の話してた、渋谷駅の前でやってた。まあ、5000円ぐらいのアンプでしたけど。となると、俺も一回やっとんのよ、路上、あの神宮橋で、はい、で、発電機、あのモーターで、うん、発電機を持って、まあ、家で使ってるアンプを持ってった結果、すべての音がモーターに負けるっていう。なるほど、出会いがウーバーって言ったんですか？あ、そうなの。もともと YouTube でなんかウーバーワールドで弾いてみた動画上げてて、で、それを見てギターを始めようと思ってたタイガが、あ、ギターこんなうまいって言うならドラム始めようって言ったら、すげえやつ。それが本当にあの高校生の出会う前に実は起きてた。そうなんですね。それぞれの場所で視野めっちゃ狭い。必ず、僕らのことを知ってる人が泊まってくれた理由なのが四面楚歌っていう曲があって、はい、それが YouTube のエンディングになっていたりとかして、そこでこんな曲作ってるバンドマンなんだっていうギャップでここまでやってきたところがあるので、ぜひ四面楚歌を聴いていただければ。できるのか、あります、はい、概要欄に行きます。ありがとうございます。これからノンラジを知って YouTube を見る方に、おすすめする都市伝説を教えてください。これやってるからでもそれこそ気になったやつを見てもらえればずっとこんなことやってるんで。ああ、なるほどなるほど。もう単純に都市伝説としてこれどういうことなんやろって気になったのをそれぞれ開いてもらって、あ、これやなと思って。中学生ぐらいの時だったんですけど、こんなすごいことをやってる人たちがいるんだっていうのを素直に感じて、自分もやってみたいって思ったのがいいです。
マルコ。僕は、ジュポップが当時ですけど嫌いだったんですよね。やっぱなんか、聴いてても楽しく聴ける曲っていうのがあって、うん、で、そういった時にビジュアル系のバンドの曲を聴いた時に、あ、自分の中で探してたのこれだっていう衝撃があって、そこから一気に終わりました。そういうのいいじゃん。そういうエピソード欲しいよ。そう、そしたら考えても
カツ屋に行って、まあ、僕カツ丼で、こいつかけ下り丼みたいに頼むんですけど、見た目が似てるんですよ、僕かけ下り嫌いなんですよ。で、カツ丼が来たなと思って食べたのは、かけ下りでしたじゃねえ僕たち今月末からツアーが始まって、でいろいろとライブが続いた後のこのフェスなので、めちゃくちゃいい状態で挑めると思うので、先輩方に負けないようにこの与えてもらった舞台で精一杯躍動できるようと思いますので、ぜひとも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、視聴者の皆さん、ぜひも、遊ばれないように気をつけてそういうつけよそんな感じで、この動画、面白いなと思った方、ぜひとも高評価、そしてチャンネル登録、何卒よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいよ、もう顔だけ切り取って、ペペ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 ペ